シュオン・タンさんは、ベトナムの政治家。第5代ベトナム社会主義共和国主席、ベトナム共産党政治局員権初期局員を務め、党内序列は第2位であった。第9期、第10期、第11期、第12期国会議員。法学士。南ベトナムのロンアン省、ドゥッカホア県、ミーハン村に生まれる。ベトナム共和国の支配に反して、学生運動に参加し、 1969年12月20日、ベトナム労働党に入党。1975年の西後の落後は、労働組合工作に従事した。1991年6月、第7回党大会において、党中央委員に選出。同年、ホーチミン市人民委員会委員長に任命された。1996年、ホーチミン市党委員会初期に就任する。 この直後の第8回党大会において党政治局員に選出され、党内序列第14位となる。この時、三五指グエンタンズンは40歳代の若さで政治局入りしたことで注目された。2000年1月6日、党経済委員会委員長に就任したが、政治局の人事は通常5年に一度の党大会に合わせて行われるため異例のことであった。 2001年4月、第9回党大会において、政治局員に再選され、序列10位に昇格。2003年1月の、第9期党中央委員会第7回総会、第2部において、法治民氏を拠点とした、暴力団組織、ナムカム一味に関連し、同志党一初期時代の管理責任を問われ、検跡処分を受けた。2006年4月、第10回党大会において、 政治局員及び初期局員に選出され、序列第5位となる。同年5月5日の党政治局決定に基づき、党務を取り仕切る初期局常務に就任した。2011年1月、第11回党大会において政治局員に再選され、序列2位に昇格。同年2月、党政治局決定に基づき、初期局員に再任された。7月25日、 国会で行われた投票で97.4%の賛成により国家主席に選出された。日本の政財界に古くから地域も多く地日派としても知られる。2011年6月に外務省品格として訪日した際には3ヶ月前に東日本大震災で津波被害を受けた千葉県旭日市へ慰問した。2016年1月の 第12回党大会において、党中央委員の候補から外され、引退することが確定。3月31日の第13期国会第11回会議において、辞任案が承認され、4月2日のチャンダイ、区安心主席の選出をもって辞任した。ありがとうございます。